まあ、ポンコと関正行です。ちょっと今回は熱の移動実験というのをしたいと思いますね。ここに 500ml の水、今何度でしょうかね、これ、何度、水21度ですね。これ21度 500ml。 そしてこっちにこれやっぱ 500ml の温泉、これが、まあ、大体45度ですね。45度で、これがどうえのでこれをこう入れますと、これがどういうこの熱移動をしていくかっていうのを実験してみたいと思います。はい、どうもありがとうございます。あれから約10分、最初のね、あのところから約10分経ちました。温度ですね、お湯の方の温度が、34度ですか。34度ね、34度で、水の方が、水の方どんな感じ、30度まで行きましたね。なんかもう均衡状態早くも来そうですね。で、こんなところです。ありがとうございます。はい、さらに、10分経ちました。お湯の方がこれは何ですか、32度。水の方は何度、まあ30度と、ほら、あんま変わってないね。ということで、まだ均衡状態になってないということですね。はい、はい、20分後調査です。はい、先ほどの観察からですね、まあ大体15分ぐらい経ってますね。ちょっと、はい、お湯、まあこれだと29度、お湯っていうかね、こっちはどうだったかな、こっちはちょっとね、29度、28度か、あれ、変な現象ですよね。これ、まあでもこれ観察結果ですからね。はい、さらに10分経ちました。まあ、かつてお湯だったところはね、まあ、29度、あ、28度ね、28度、これがこっちの水の方に、いわばこれも20、これは28度かな。ちょっと待って、28度いってよ、 27.5 ぐらいですね。はい、はい、ちょっとサボりましてですね、最後の観測から大体1時間ぐらい経ちました。それでですね、こっちですね、前お湯だったのは26度、前純粋な水だったのは25度ですかいう感じですね。はい、一旦閉じます。はい、今回の実験をちょっとデータでまとめてみました。まあ、縦軸が温度です。横軸が分ですね。 10分刻みでやってますね。まあ、あの1時間過ぎたあたりからちょっと、まあ、あのもう観測を間隔をうんと開けてしまったので、こう手書きになってますけどね、もうあの、まあ、均衡状態になってもうなだらかになっちゃって、ということなんで、まあ、10分ごとやる必要ないかなということで、まあ、とりあえず最初ね、45度とこの、まあ、21度だったかな、まあ、そのぐらい、まあ、大体ですね、24度の差があったら、このあれですね、最初にこの30度の均衡に向けて、こう急ピッチでこうこの中間の方に向かっていくと、30度ね、で、まあ、あとね、この温度差がなければないほど、この急、この何て言うかな、均衡へ向かう度合いが少なくなっていくっていうか、まあ要はね、温度差があればあるほどこの不安定化するわけですよね。あのその2つの、まあ
両方とも不安定化してこの均衡に向かおうとする力が増えるということですよね。まあね、これあの、まあ、科学実験だけじゃないですよね、科学実験だけではなくて、こう社会でも言えますよね。この大きな格差があるとこの均衡に向かおうとする力が働くということが言えると思います。どうもありがとうございます。失礼します。